はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。セカンドシーズンきっかけ動画の時点からもだいぶね、ご覧の通りワールドが開かれてきておりますね。なのですが、ちょっと問題が発生したと、自分の中でちょっと問題だなと思うことが1点。遠いんですよ。本拠地からポポンタ村までも遠い。ポポンタ村から相葉くんの村までも遠い。そしてさらに横浜村まではさらに遠い。なので、みんなの裏方超特、ネザー新幹線を作っちゃいます。ね、それぞれの村をつなげて、あっという間に行き来ができる新交通システム、やっちゃうよ。はい、まずは、ネザー新幹線駅の入り口。マイナス243、45、443と XYZ ね、座標がありますけど、これだよね、確かね。はい、なのでこれ覚えといて。はい、いうわけでポポンタ村到着。そしてお分かりでしょうか、ちょっと下の方にね、一応ね、村としては、どこをどうしてもらってもいいんですけども、この駅の敷地に関してはね、好きにさせていただきたいという形でやらせていただいておりますので、螺旋状にしてね、駅の下側に、降りるような階段状のものを作りました。っていうのもね、こうやって降りた時にですね、まあ、ここに部屋作りましたけども、ポンと。XYZ の Y の高さが45ってことで、高さをね、同じにしました。新幹線駅、基本的に高さ45で行こうと思います。ここにネザーゲートを作って、出た先の方から、北側にまっすぐ線路を引いていって、最後に東にクイッと曲げて、元々の、本拠地の新幹線駅につなげたいと。いう感じで考えてます。そうすれば、高さが合ってればね、途中の微調整で合わせやすくなるかなと思ったんで。ネザーゲート。レッツゴーネザーゲート。なんかいる。何あれ。地獄の牛みたいなのがいる。なんか谷になってる、地獄谷じゃん。怖すぎ。こっち方面に線路をバーッと引いていくイメージなんで、すごいな、めっちゃマグマだな。ラ、マグマだな。これで、一回本拠地に戻って、石とかガラスを大量に作ってきて建築開始といきましょう。一応、実際の地上の距離が、15マップ分プラスアルファぐらいだったので、8分の1になるってことは、2マップ分、256ブロックあれば、もう見えてくるんじゃないかっていうことだと思うんですよね。で、座標の位置ね。調べたんですよ。一回、本拠地戻ったんで。で、一回本拠地戻った時に、やっぱこれ低いじゃないですか。元々のがだいぶ高い位置走ってたんで、ちょっと下のマグマに近すぎるなと思ったらね、高さだいぶ変わってました。なので、どっかでぐーっとこう、上に、こう持ち上げていくような感じで、やらなきゃなと。まあ、そこでマグマが流れてるから、こっからぐーっと行って、マグマ前で一回ぐーんと上げて空間で行くかだよな。本当はね、スーパーダンジョンになってくれたら楽だったんですけど。はい、いうわけで、新しくね、地面を作りながらマグマの上を進むというね、非常に危険な工事になりました。焼いた石を床に使って、周りはね、最後景色が見えるようにしたいんで、ガラスブロックで作っております。何往復かね、しないと、張り切れる気はしませんけども、とにかく事故がないように、安全な工事を心がけました。これ誤って転落すると、資源から
道具から全ロスになってしまうんでね、ハプニングよりも安全性で頑張ります。よし、とりあえず一回戻って、砂資源を集めに戻ります。はい、こんな具合に、ガラスをいっぱい焼いて石も持ってきましたね。これで、壁を作りながら進めるので、ガストの先生がね、ガスト先生たちがギャーピーギャーピーおー言ってきても視界が開けずに攻撃されないでいけるんじゃないだろうかと思いますが、果たしてそんなに都合よくいくんだろうか、不安がいっぱい。まあ、目の前のマグマを乗り切れれば天井からね攻められることはないでしょうから、怖っ。このガストの声がね、遠くから遠くにいても、あれか、あそこにいるのか、もう一匹はどこだ、あー、あの奥で飛んでんのか。遠くにいてもね、声近く聞こえるんですよ。このなんか、赤子の鳴き声みたいな。おー、怖い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 。意外と早いんだよね。意外と。こう見えて。ネザーを走るときはね、ネザーを通る路線を作るときは、こう、今自分はとんでもない裏世界を通ってるんだぜっていうのが分かるように路線を引きたいと思ってしまう。超特電鉄、今日も引いております。怖いよね、マグマ通して視界が開けたら、ああ、いますね、いますね、いっぱい。トントンってやっちゃうみたいな、こう、これトントンってやっちゃえば。怖え、怖え。こうじゃ。どうじゃ。はい、難所のマグマゾーンを乗り切って、どん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 前に進んでいきます。なんで、この岩盤みたいなところのプレートを抜けたら、いよいよ階段状にして、上げていきますか。だからあれだよな、地上側の水平レベルというか、地上側のネザーゲートの高さは、別にネザー側での高さとは関係がないということがね、分かってしまったね、今回ね。まあこのところの中腹にぶつけたいね。中腹を抜きたいな。はい、中腹を抜いていったらですね、途中で一回ね、本拠地側のネザーゲートに帰ってどこら辺に路線が来てるかなって見たら、なんとね、すぐそこまで来てたんですよ。びっくりして、本拠地側から、床だけ引いて、はい、こんな感じで軽くつながった状態で今ね、壁を構築しています、ね。ガラスで、敵の侵入も防ぎながら工事は進んでいきますよ。もうここからはね、ガラス焼いて、どん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 壁を張って、まずはね、ちゃんとトンネルとして完成を目指してボン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 積んでいってます。ポコとね、もうね、ここ行ってもそこなんですよ、そこ。本当にあれだね、ネザーが、ずっと勘違いしてたね、なんか、何、地上の3倍移動してるって思い込んでたりとか、地上の6倍移動してるって思い込んでたりとかして、端々で多分ね、言ってること間違ってたと思うんですけども、あ、いてて。
実際は地上の8倍移動している。ね。ってことが分かりまして。ということなんで、まあ、8倍移動するとこんなにポポンタ村と近いのね。うん、だからやっぱこの感じで、ポポンタ村から真東側にガーッと伸ばしていくと、アイバー村、ね、名前がまだ決まってないよね。アイバー君の村と、あと、ま、横浜村。まあ、横浜村の手前の新横浜ですけども、に向かって引けるので、とりあえず、アイバー村は座標を決めて途中下車することにして、まず新横浜まで、ポポンタ村から新横浜まで、ルートを延伸したいなと思って、考えております。はい、いうわけで、こんな感じでね、超特電鉄。ネザー新幹線、ね、計画、ね、セカンドシーズンのネザー新幹線の新線開通ということでね、ポポンタルート、そして新横浜ルート、そして、新横浜から相羽村、相羽村からポポンタ村のルートということでね、環状線化できるように、整備しておりますね。ポポンタ村直通、相羽村新横浜方面線ね。一応仮名前で付けてますけどね。新横浜村直通線ね。そして、こちらが、海越新大陸直通線とね。わかりやすく、ダークウォークの看板に白文字で書いてみました。ね。こちらもね、駅にもちゃんとゲートに、どこのゲートかわかるようにね、本拠地駅、御塩内村、広域村、地上線乗り換えと、乗り換えの指示もしております。はい。こういう形でね、まずは、はい、本拠地駅、3方向への路線がそれぞれ整備されました。まずはね、ポポンタ村直通乗りましょう。ポポンタ村まで、今までね、トイラジンクラフトの動画をご覧いただいている方には、おなじみかと思いますけども、結構広域村から長い時間、トロッコをね、コロ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 乗り継いでいって、やっと到着すると。これ配信中にトロッコ乗っちゃうと、トロッコの行き帰りだけで結構時間食っちゃうよね、なんていう風になっていましたが、このようにね、ポポンタ村のカラー、イメージカラー、黄色をふんだんに使った、路線を作りました。ね、道に迷いやすいセカンドシーズングループ、そして、大越さん含めて、ね、今自分がどこに向かっているのか分かりやすくしております。そして、はい、到着しました、ポポンタ村駅。近隣砂漠村、202村、地上線乗り換えと。そして、こちら、相羽村直通、新横浜方面線、接続ありと。ああいうふうにしました。で、これ出たら、ポポンタ村です。ね、ちょっと出てみましょう。あ、猫ちゃんいますね。猫ちゃんがネザーに来ちゃってますね。はい。ちょっとまだね、駅舎化できてません。ちょっとここもね、最終的に、安全確保できたら、ここの壁をぶち抜いてね、駅舎化しようと思ってますけども、地下のところもちょっとね、整備しました、きれいに。はい、きれいに整備して、ね、村の村長の許しを得てね、地下鉄駅にしました。はい、一応名前付けました。ポポンタエクスプレスね、本拠地駅直通と、アイバンワライナー、アイバン村直通ってことでね、この色に乗ったらそっちに行けますよっていう形で分かりやすくしました。で、今までね、木の階段を適当にしていたポンタ村も、地上駅をですね、本拠地と同じフォーマット、広域村と同じフォーマットでね、駅舎化しました。地上駅はこのフォーマットで統一しようと思ってね、こちらも、ポポンタ村のイメージカラーをね、使って黄色い色をふんだんに取り入れてみました。まあ、こんな感じで、地上の整備もしつつ、地下の路線も拡張するということでね。はい、地上の世界では、アカシアの村、ね、ポポンタ村からずっと東側にジャングルを貫通していって、ジャングルを抜けた先の沼地をさらに貫通したところに、あります、アイバー村なんですけども、はい、もうこれで到着です。あっという間。こちら。アイバー村駅、近隣森林村、地上線乗り換えということにしてますけども、ね、すごい、座標的にはすごいマグマの上です。
こちらもね、地上を出ると、地上のアイバー村駅の真下のところにね、すぐゲートが出るように設計しております。そして、新横浜駅直通、横浜駅、森林村地上線乗り換えということで、ね、乗りましょう。トンネルの中はですね、線路を敷いてあるところと、レッドストーントーチが置いてあるマス以外すべて、羊毛を敷いております。カーペット、絨毯ね。羊毛を使った絨毯で、グレーの絨毯をメインに、レッドストーン、パワーレールがあるところは、その路線各色の色にしております。ね、こういう形にしてるんで、これでもうどこ行きの何に乗ってるかがわかりやすいと。ね、駅名わかんなくても、オレンジの地下鉄乗ってから青に乗り継いでくれればいいよみたいな言い方ができるんじゃないかなと思います。よいしょ。危ない。ね、いう感じで、はい、着きました。ね、新横浜駅。ね、新横浜駅。ネザーの方もちょっと豪華な駅になりました。ね、ネザーの中でもね、新しいバイオームの部分だったんで、明かりは結構まんま使ってみたりとかして、ちょっと広めのね、ガラス張りのいい駅にしてみました。で、この青いラインが、さっき、本拠地駅からね、青い路線出てたと思いますけど、あれがね、本拠地からぐーっと来てぐーっと入ってくるという形で、これで環状線が出来上がりとなります。ね、新横浜村、ちょっと行ってみましょう。はい、新横浜村、こちらになります。こっちのね、方面にまっすぐ走っていくと、アイバーくんが開拓をしている横浜村、そしてその先にある、横浜のね、今森林を伐採している部分に出ます。ね。で、まあ、新横浜駅ね、まあ、村をね、整備して、綺麗に物資をね、確保できるようにしているんで、なんかね、この四角い中に狐が捕まえられてるんで、そのうち手なずけようかなと思ってますけども。はい、地上駅も一応ね、駅舎は軽く作っておきながら、地上も、高架自体は引き終わっています。ね、線路がなかなかね、必要なんで、先にネザー新幹線を作ってしまいましたけども、まあ、この調子でやっていくと、それこそ新横浜村から、各村を経由して、アイバー村につながる、長大な路線がね、ちょっと無駄になってしまうかなって気はしたので、合間合間にね、地上線に関しては合間合間に細かく駅を作っていって、要は、本拠地から新横浜までドカーンと来て、そこから乗り換えて、近隣の駅に乗り継ぐという形で、まあ、全体の移動時間をね、簡略化しようというプランで今回やってみました。はい。では最後にね、新横浜から本拠地に戻ろうと思います。まあ、方角的には間違ってはいるんですけども、まあ、本拠地が東京と考えた場合、新横浜につながる路線、ね、ネザー新幹線というからにやっぱこのカラーかなと思って、今回青を使用しました。はい、こんな感じでね、まあ、全部絨毯敷いて湧き潰し、ネザー内での湧き潰しは多分できているはず。これが出来上がってからは、線路内でモンスターの発生は今のところ確認しておりません。じゃないとね、ネザー内歩き回るときに金の装備をつけてないと襲われてしまうとかがあるんで、そうするとね、利用客の皆さんの、生命にね、危険が及んでしまいますので、そこら辺も安全設計で考えてます。さすがにね、実際の距離で言うと、新横浜から本拠地までかなり遠いんですけども、はい、実際のネザーで行くとこんなもんですね。ちょっとね、トロッコが重複しちゃうんで。こんな感じですけども、これで、あっという間に戻ってきました、これ。ね、本拠地駅もまだネザーラック見えたりしてるんで、ここら辺は綺麗にして、完璧な状況にしたいなとは思ってますけども、ここでね、一つ、皆さんお気づきでしょうか？そう、あの村、五子落ち村です。五子落ち村ですね、非常に地上の路線でも近い距離にはあるんですけども、
あくまで今の僕の考え方ですけども、五子落ち村に対しては、他の村はね、ネザー新幹線ですけども、五子落ち村に関しては、ネザー五子落ち遊歩道。ね、今多分ね、ドドンって SE が入って、テロップがドカーンって出てると思いますけども、ネザー五子落ち遊歩道を整備して、これの途中とかでね、ここの途中とかでぐっと遊歩道に入るような脇道を作って、歩いてポンと五子落ち村っていう感じの、ルートを作って差し上げようかなと、考えております。はい、あれから資材を持ってきて、とにかく急いで床に絨毯を敷き、そして、黒曜石を置いて、ゲートをね、作りました。これね、五子落ち村の、多分ね、駅舎のところに行くはずなの。座標はね、駅舎の下のところで採取したんで、なんでちょっと、行きましょう。早速。どこに出る？上空高くみたいなのやめてほしい。お？あ、すごい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 。駅舎の2階に出た？やった、五子落ち遊歩道完成。すごいオープンな場所に出来上がった。鳥多いな。いうわけで、無事に、出来上がりました。この北側路線もね、最終的に羊毛敷き終えて、完全安全化を目指しております。いうわけで、信頼と実績の超特鉄道。今後とも、トイラジンクラフトセカンドシーズンで、プレイヤーの皆様に、快適な生活をお届けできるように、頑張っていく所存であります。いうわけで、以上、超特電鉄からのお知らせでした。